カール・アンドリュー・トゥーイ・スパーツはアメリカ合衆国の軍人空軍大将。カール・アンドリュー・スパーツ、カール・アンドリュー・スパーツ、彼は発音を明確にするため妻と娘に頼まれて1937年、その名に A を加えた。は1891年6月28日にペンシルベニア州ボイヤータウンで生まれた。彼は陸軍士官学校に入学し、 同級生の FJ2H ーーとよく似ていたことから、トゥーイートゥイのニックネームを得た。1914年に卒業し、不評として短期間軍部に就いた後、1915年10月に陸軍の航空部隊に配属される。スパーツはジョンパーシング指揮下の第一航空隊に所属し、1916年のメキシコ遠征に参加する。彼は1916年7月に中尉 1917年5月に大イに昇進した。アメリカが第一次世界大戦へ参戦すると、スパーツはアメリカ遠征軍の第31航空部隊を指揮した。彼はフランスの一層寸でアメリカ航空学校の指揮官として戦争の大半を過ごしたが、大戦末期に3週間戦闘を経験した。この短期間でスパーツは3機の敵機を撃墜し、主君十字章を受章した。 スパーツは1918年6月に臨時少佐に昇進した後、1920年2月に本来の階級である大員に降格し、その後1920年7月に正式に少佐に昇進した。対戦後スパーツは陸軍航空隊で指揮官として多くの部隊を指揮した。1929年1月1日から7日まで彼は同僚のアイライエカー大医と共に、 クエスチョンマーク号で、ロサンゼルス上空を150時間以上飛行し、対空記録を樹立した。スパーツは、カンザス州フォートレベンワースの色参謀学校に1935年8月に入学、1936年6月に卒業する。彼は1935年9月に中佐に昇進した。第二次世界大戦がヨーロッパで始まると、スパーツは、 陸軍航空隊の参謀に任命される。彼は1939年11月に大佐に昇進し、1940年のバトル・オブ・ブリテンの際には軍事オブザーバーとしてイギリスに派遣された。1940年10月には臨時巡将に昇進、航空隊参謀長女子となり、真珠湾攻撃の後にアメリカが参戦すると、1942年1月に 陸軍航空隊の戦闘指揮官に任命され、臨時少将に昇進する。1942年5月には、第8航空軍の指揮官に任命され、7月には、司令部をイギリスに移転する。彼は、第8航空軍の指揮官の間に、ヨーロッパ戦線におけるアメリカ陸軍航空隊全軍の指揮官となった。スパーツは1942年12月に、北アフリカの 第12航空軍、1943年2月に、連合国軍北西アフリカ航空軍、1943年11月に、第15航空軍及び、イタリアのイギリス空軍、1944年1月には、ヨーロッパのアメリカ陸軍戦略航空軍の指揮官を、歴任する。彼は1943年3月に、臨時中将へ昇進する。 戦略航空軍司令官として彼は、イギリスを拠点とするジュミード・リットル指揮下の第8航空軍とイタリアを拠点とするネイサント・ワイニング指揮下の第15航空軍を指揮し、ドイツに対する戦略爆撃を監督した。1945年3月には、臨時大将へ昇進し、太平洋戦略航空軍の指揮官として、太平洋戦線に転任、7月に、 グアムの本部に赴任する。ここから彼は、広島市、長崎市に対する原子爆弾の投下を含む、日本本土への戦略爆撃を監督した。スパーツは1945年5月7日のアメリカ軍に対するドイツの降伏、5月9日のベルリンにおけるソ連軍に対するドイツの降伏、9月2日の東京湾における戦艦水売り上での日本の降伏と、 三度の幸福調印式すべての場に居合わせた唯一の将軍であった。スパーツはアメリカ軍の戦略爆撃作戦に対していくつかの論争の的になっている決定を下した。彼はイギリス軍が昼間爆撃は承服し難いほどの損害が出ているという主張をしているにもかかわらず昼間爆撃を強行した。彼はまた輸送ロに対する爆撃が公式決定だったにもかかわらず ドイツの石油生産施設の方が重要な爆撃目標であると主張した。1944年4月にスパーツは実際の目標は石油生産施設への鉄道路線であると偽った目的でルーマニアのプロエシテ油田の爆撃を命令した。彼は連合国軍最高司令官ドワイト・ D ・アイゼンハワーとは個人的には友人の関係であったが いくつかの軍事問題に関して論争した。戦後、アイゼンハワーはスパーツについて、オマール・ブラッドレイとともに、ヨーロッパでの勝利に大きな貢献をした二人のアメリカ軍将官のうちの一人で、あると語った。1945年7月にスパーツは少々に、昇進、トリューマン大統領によって任命された。スパーツは、友人のヘンリー・ h アーノルド将軍の引退に、 続いて1946年2月にアメリカ陸軍航空軍総司令官に任命された。1947年の国家安全法に基づき空軍が独立して設立されるとトルーマンによる大統領命令9877ですパーツは1947年9月に新しいアメリカ空軍の初代参謀総長として任命された。 スパーツは1948年6月に大将の階級で軍を退役した。彼は1961年までニューズウィーク氏の軍事エディターとして執筆活動を行った。さらに彼は1952年からその島で空軍参謀総長の上級諮問委員を務めた。1954年にスパーツは新たに建設されるアメリカ空軍士官学校のための建設地を 決定するために設立された議会の下紋委員会委員に指名された。スパーツは1974年7月14日に死去しコロラド州コロラドスプリングズのアカデミー墓地に埋葬された。民間航空パトロールの最高賞であるカール・エ・スパーツ賞は彼にちなんで命名された。カール・エ・スパーツ空港はペンシルベニア州レディングに位置する国内線空港である。 ありがとうございます。